思いますね。これもちょっと感じが似てるんですよね。ゲーム性が。さっきのアストロウォリアに。さっきなんかゲームボーイの起動画面出ましたね。ねえ。これね。これですね。これ、任天堂の、一応、シューティングゲームなんですけど、任天堂がこんなね、2D シューティングゲーム出してること自体珍しいんですよ。あんまりないですから。これしか知らないですよ、任天堂の 2D シューティングゲームって。あと、スターフォックスとかね、それぐらいしか思いつかないというか。あ、しまった。スターフォックスと何だっけな。もう一個ありますけどね。3D シューティングで、それぐらいしか思いつかないですよ。で、こうやってパワーアップするんですよね。これも、昔実況プレイやってるんですけどね。なんかめっちゃ久しぶりに、3年ぶりか4年ぶりぐらいにやりますけど、4年ぶりかな？あ、そうか。これ2個取らないといけないですね。2回取らないと、次のパワーアップにならないというか。いや、これ、僕昔ね、子供の時というか、中学生ぐらいの時に、クリアしてますからね、このゲームね。まあ、実況プレイではクリアできてないですけど。あ、これ取ってパワーアップできますね。3つ目。3つ、3方向になるというかね。で、この次のパワーアップが最強ですね。で、この後もう一回取れば最強になりますね。でも死んじゃったら意味ないんですけどね。死んじゃったらね、パワーアップがね、リセットされてしまうんで。あ、ボスまで来ましたね。一面のボス。まあね、危ね。ちょっと今危なかった。いやもうこの一面のボスですらもう油断できないんですよね。はい、倒しました。音楽もいいですよね。もう貴重な任天堂のね、2D シューティングですからね。パイロットウィングスと、スターフォックスしか思いつかないんですよね。任天堂のシューティングといえばね。2D シューティングはこれしかないと思いますよ。あと、X というね、ゲームボーイのゲームの X ってゲームありましたけど、あれも、任天堂ですけど、あれも 3D シューティングですからね。2D シューティングこれしかないと思う。これ最強ですね。これも押しっぱなしでいけるんですよね。自分で連打しなくてもね。貫通しますしね。ああ、しまった。まあまあ。あ、そうか。一気死んだら、一段階、戻るんですね。パワーアップが。アイチアップしましたね。まあ、めっちゃ久しぶりにやるから、これ多分、前の実況プレイの時ほど進まないと思いますけど、前やった時は確か4面か5面ぐらいまで行った記憶あるんですけどね。これ確か6面ぐらいまでやるんじゃなかったかな。6面ぐらいは最後だった気がするんですけど、5面か6面が最後でしたね。で、最強になりましたね。はい、ボスですね。ああ、これね。まだ1面のボスの方が怖い気がするんですけどね。壊せるから、これ、弾をね、敵の。倒しました。はい。はい、で、
で、3面まで行きます。音楽変わりましたね。この弾の音いいですね、この最強の装備の。ああ、しまった!最後の残機ですね。これ死んだら終わりですね。ゲームオーバーになりますね。いや、前プレイしたときは、アナログテレビでやってましたからね。アナログテレビの方がね、いいんですよね。見やすいというかね。これは一応デジタルテレビなんで、ちょっとね、少々難易度上がるというかね。いや、任天堂がね、こんなシューティングを出してるなんてね、あんまりね、知られてないというか。任天堂ってシューティング出してるイメージあまりないですから。パイロットウィングスとね、スターフォックス以外は知らないですよね。本当に。ああ、しまった!ゲームはですね。はい。はい。まあ一応これで、一応僕が持ってる USB のコントローラーは、全部だと思われますね。あとはもうないですね。